よし、じゃあ続きやっていきましょう。誰が死んでしまう？これはどうだろう？真ん中は電撃流れてない？左なんだこれ？左はなんか、うえみたいになってる。右はなんだこれ？なんか空手かなんかやってるから、多分これ。誰が死んでしまう？これ、なんだろう？これ左やばそうだから、こいつじゃね？え、違うの？なんで？もう一回やらして。じゃあ真ん中は多分違うから、一番右。こいつでしょ。正解、やった。電気を流されたら苦しむはずです。目を見開いている男性はもう死んでる。あの左のやつね。あれ死んでんだ、あれ。笑顔の男性の椅子には電気が流れていません。なるほどなと。こいつなんだ。狼男はどの子？狼男？いや、これ一番下の骨食いってるこいつでしょ。違う。え、なんで？もう一度。え、じゃあ、この、これなんか、この、強そうな子。強そうな子。え、違う。え、じゃあ一番右の子。あ、この子だ。狼男、あの、足が、肉球がついてる。こいつだ。足の裏に肉球があるに似合いません。この子が狼男。あい、ダメー。次。隠し子は誰？上の子と真ん中と下。髪の毛の色的にこれ下じゃないかな？どうだろう？これ違う？あ、ちげえんだ。待ってよ。そしたら隠し子でしょ？待てよ。なんだろう、隠し子？パパにも作ったの？パパにも作ったの？なんで喋ってるよ、こいつ？なんでわかんねえ。女の子が作ってるミサンガと同じデザインのミサンガをしてる子連れのパパがいます。この女の子が隠し子。ああ、そういうことか。浮気の証拠は？愛してるハニー。いや、どう考えてもこれは、ねえ。え、なんだろう、スリッパ？これ？ちげえ。え、どれだ？あ、これマグカップだ。皆さん見てください。これ、キスマークがついてます。これ、コナンでもありましたね、映画で。これじゃないですか？彼以外に映ってるのにカップに赤い口紅がついてますね。他の女性がいるでしょ、これ。あい、こいつダメ。次。女子ゾンビはどっち？これ右じゃない？お胸ついてるし。はい、右でしょ。え、なんで？ふざけんな。じゃあ、左の青い方、なんで？右のゾンビは胸があるように見えますが、喉ボット系のあるので男性です。どういうこと？右でもさ、結構、矛盾。ふざけんな、ないね、それ。殺し屋は誰？いや、これ右上のサイコ、こいつでしょ。違うの？なんで？もうこれやめろよ。じゃあ右下にこいつ、絶対こいつ。あ、もう、つくづくそれっぽいの外れるじゃん。だってさ、左下も普通。待って、左下なんかネズミ踏んでるぞ。こいつサイコパスだべ。こいつだ。絶対こいつ。ほい。そう？この中で殺しをしているのはネズミを踏んづけてしまう彼だけでした。やっぱりこういうやつなんですよね。お前らみたいなやつなんだぞ。おかしいところは？はい、これ楽だ。影がないですね。正解じゃないですか。間違えた。こいつでしょ。こいつでしょ。影がないね。後ろのラクダにだけ影がありません。幽霊でしょうか？なんだろうね。不思議ですね。砂漠は何が起きるかわかりませんよ。危ない薬はどこに隠された？はい、これ歯磨き粉です。なんかくっつけた部分がありますよ。これそうでしょう。歯磨き粉あるのに歯ブラシがないのはおかしいですよね。この中に危ない薬は隠されているのです。ほう、偽飼育員は誰？上のなんか鹿になってるのと真ん中にニップワークやってる。さあ、一番下の象にリンゴ与えてるなんか角刈り。いや、これ角刈りだからこいつダメ。違うか、拙者の角刈りのあれはダメだったか。じゃあ真ん中じゃない？サイはさ、草食だから肉食わないですからね。はい、こいつでしょ。はい、正解だっす。サイは肉食ではありません。はい、アイの知ってましたよ。サオリの彼氏は誰？俺が彼氏だ。彼は嘘をついている。なるほど。SM って後ろ張ってるとサオリでしょ。サオリとマサオだから、マサオですね。あざっす。ありがとうございます。正解。天才。シャーロックマサシですよ。後ろの木には SM と書かれていますね。S はサオリ。M はマサオを示しているのでした。SM か、なんだろうね。なんか別のことを考えちゃう。さあ次。浮気をしたのはどっちと、右か左。こいつはカップルなんだね。なんか、どっちでもカップ、浮気なんかしたら殺されそうな見た目してるけどな。いや、これ多分、女性が怒ってるんで左の男性じゃない？これ違うのこれ。あ、やったぜ。正解。やっぱ男なんですね。パンクなカップルに不似合いな可愛いカバンが置かれています。これは男の浮気相手。全然なんか、そっち全然違うんだけど、拙者が考えたのと。はい、次。どちらが奥さん？私があなたの妻、彼女が嘘つき、私たちには子供がいるわって、これさ、待てよ。あ、指輪してるからこっちが奥さんですね。はい、あざっす。夫と同じ指輪をしてる人は奥さんですよね、と。はい、人食いはどっちだ？なるほど。これは、どう考えても血が返りついてるんで、右のシェフですね。はい、なんでやねん！ふざけん！左のじゃあ部族っぽいやつかな。こいつ？ちげえ、なんで？真ん中なの？なんでだろうね。わかんない。教えて。髪飾りに人の骨が出て生きています。彼女が人食いです。わかるか？おい、わかるか？バカだね。ほんま、シャーロック・ホームズですらわかりません。はい、これは、もうふざけんの。理不尽すぎるだろ。逃げられるのは誰と、左のなんか坊主と、なんか座ってるスプーンで掘ってるやつ。なんか、あ、ほら、足元になんか隠してるね。右のなんか、
鉄格子使ってるやつ。これは多分おそらく真ん中のスプーンで掘ったやつじゃないでしょうか。はい、正解だっす。いいね。白いシーツで穴を隠しています。スプーンで地道に穴を掘ってるんですよ。こんなに一発でバレるからね。はい、ダメです。ブレイキングダウンのようにはいきません。ブレイキングじゃない。プリズンブレイクか。はい。どの道が安全？左の火山か真ん中の時計か右のガラス？いや、ガラスなら避けれるんでガラスですね。違う。マークマンなんか入った一発で終わりだから、これ真ん中の釘を避けて進む感じ？なんで？どういうこと？左じゃ火山？これ？なんで正解なの？針山とナイフは道は危険です。燃えてる道ならしばらくすれば火が消えるので通れますよねって。お前理不尽すぎるわ。お前なんでどうだろう。ふざけんな。いやらしい。次。囚人は誰？囚人でしょ？あ、これ、しましまね。足元見てください。左の、こいつですね。はい。フランスの刑務所から出てきたんでしょう、おそらく。キャッシュバックいらないです。ボーダー柄の靴下がちら見えてしまいます。変装の時に脱ぎ忘れたのでしょう。気をつけろよ。わかるからな。万引き犯は誰と、上のサッカーボールなんか怒鳴りつけてるのと、ガキが車持ってるのと、右のなんかおっさんが時計？時計見てるのかな？待って、これ、上のガキは多分違う。左下のガキも親連れだから違う。これ右下のやつさ、腕時計2本してね。これ多分ミラノと日本のやつだよ。うん。誰が本田圭佑やねんって。はい。はははは。多分そうっすよね。両腕に腕時計をつける人なんていません。います。なんでしょうね。そうですね。両腕に時計をつけてみる。そういうとこじゃないでしょうかね。時計盗もうとしてるようにしてるんです。わかりやすすぎるだろ。ふざけんな。はい、次。サボってるのは誰？これは、左下でラインしてるこいつかな？落とす。スマホで男性がサボってますね。まあ、全員聞いてないと思う、多分。デートを断るべき理由は？今度うちに遊びおいでって。これ多分フリ、これ結婚写真じゃない？どう考えても。わかりやすすぎる。てか自撮り下手か、お前。どんだけ、お前。自撮りなのにさ、自分が2割ぐらいしか写ってないぞ。結婚式の写真があります。この男性は既婚者だったのです。はい、バカですね。助かる可能性が高いのは落下中のエレベーターにて。なるほど、ジャンプするか、寝転がるか、まあ、そのまま仁王立ち。仁王立ち。ジャンプじゃない？多分ジャンプ？ジャンプ？違うんだ。ダメ？これダメ？これ拙者はたまにやるんだよね。ふわってするから。じゃあ左下の根っこのがある。これダメじゃない？一発で、これなんだ。ジャンプすると頭を打ちますじゃねえよ。直立すると体重の10倍の重力が来て、地面に頭を強く打ちつけるでしょう。なるほどね。仰向きに塗ると重力が分散されるので、助かるかもしれません。絶対全部死にますからね。はい。最初に壊れたのは、振られたーって、右の携帯か、写真立てか、左の壺？ん？なんで？どういうこと？振られた？これ写真立てじゃない？なんか関係が壊れたみたいな意味で。違うか。じゃあ、スマートフォンかな？なんで？違うんだ。花瓶なんだ。なんで？全部違うじゃん。ふざけんな、お前。なるほど、これ人間ってことか。くだらねえ、うぜえ。なるほど、心が壊れたってことか。最初に壊れたのは彼女の心でしたと。いや、ちょっとなんかだんだんやらしくなってきような。意地悪な問題でごめんなさい。謝ったら許します。いいですよ。お父さんはどっちと、髪型的にも違う。なんだろうね。ガキの心理的にさ、なんか自分の背後になんか人を置けるのは信頼できる人みたいに言ってたから、これ多分白いやつ？こいつかな？違うんだ。じゃあ左のこいつ？お、正解なんで？お父さんなら子供のことを常に見ているはずですよね。まあ、だってそばに行ってやってやれよ。そばに行ってやってね。この後被害を受けるのはと。え？あ、これ分かった。意地悪の問題出てるんで、このトラックですね。はい、これですよね。そうですよね。あざっす。ね、一番の被害者はね、バックアッターとかのスシローペロペロ事件。あれは一番被害を受けるのは、スシローの方、やられた側なんですよ。高さ的にこのままバスは謎の台に引っかかりますよって、バスが、そっち？そっち？どう？そっちか。そっちか。ごめんね。奥さん以外の人が乗っていた証拠は？サングラスがあるから？これじゃない？違うか。なんだろうな。このハート？ハート？違う。どれだろう？わかんない。これ？ちょっとヒント見ていい？わかんないよ。ヒント見ていい？わかんない。高さに注目。あー、これの、枕か。枕の位置が違うってことか。これ別に男じゃない？こんな高いのは。奥さんの頭より高い位置にヘッドレスがあります。他の高身長の人が座った時のままになってるんでし、もしかして、浮気？多分ね、男だと思う。そんな高い人いないから。ナッツを取り出せる道具は、ナッツ？これ多分水をこうバーって入れて取り出すんじゃないでしょうか。あ、そうですね。炭酸水を流し込むと炭酸によってナッツが上に、いや、普通の水でも上がってきますからね。はい、次。母親はどっち？あ、これさっきが俺、拙者やってた問題ですよ。これ、背後向けてる方が、これなんで、こっち右の母親ですね。あざっす。母親は無意識のうちに子供の方に向くものです。子供の方も足を組んでいる女性が母親ですね、と。この後火事の原因は？これどう考えてもストーブつけっぱだろ。これでしょ。
おい、正解そっす。ストーブにオレンジ色の液体がついています。実は灯油は無色です。ガソリンはオレンジ色をしています。へぇ、俺ガソリンをストーブに入れてしまい、それが引火して火事になる。なんでストーブにガソリンかかってんの。そもそもガソリンを入れないからね。はい、ところなんで今回ここやで終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバーイ。